常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様ね、面白かったら高評価のボタン、そしてね、チャンネル登録、さらにですね、コメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。チャイナでね、大洪水が起こっているんですけれども、ちょっとね、これをめぐってですね、またやっちまったとね、情報隠蔽みたいな話が出ております。まあこれちょっと遡って、まあ言ってもいいと思うんですけどね、まずね、こんなニュースが出てました。これ AFP 通信なんですけど、中国 ABBC をフェイクニュースと非難、中部の洪水報道でということで、あのチャイナがですね、イギリスのまあ、あの国営放送のね、 BBC をね、フェイクニュースを報道しているとね、中国人に不人気なのは当然だと言ってですね、またなんか上から目線でなんか言ったらしいんですよ。で、それはね、何かというとね、 BBC はですね、洪水を取材した記者がネット上でまあいろいろとこう配信したんですけど、なんかね、まあネット上で配信したことに対してなんかすごい嫌がらせをされたらしいですね。で、さらにですね、まあ、その BBC 以外のメディアもですね、現地でいろいろその取材の妨害、まあ、嫌がらせを受けているということで、外国人記者を危険にさらす攻撃が続いているというふうに非難したらしいんですよね。で、これにね、なんかちょっと腹を立てた例のね、張立憲ですよ。外務省のね、チャイナの外務省の。で、BBC をフェイクニュースだとまた戦狼をやっちまったらしいんですね。で、まあその中国の、中国を、攻撃して中傷し、ジャーナリズムの基準を大きく逸脱しているとか言ってまた始まっちゃったと、いうことです。でね、共産党のですね、青年組織である河南、共産主義青年団が、27日にですね、BBC の記者を追跡するようにフォロワーに呼びかけた、というまあ事件が、あったらしいんですね。はい。で、この投稿をきっかけにですね、まあ、ネットユーザーが BBC の、記者にですね、殺害予告をするような、まあ、事態、まあ、要はファンネルを煽ってですね、BBC の記者を攻撃しろーっつって、まあ、やっちゃったらしいんですよね。まあ、これ共産党よくやる手ですけどね。まあ、共産党じゃなくてもね、日本で似たようなことやってる人いますけど、はい。で、これね、ファンネルに対して呼びかけたら、なんと160万人は向こう人口多いですからね。で、これがですね、そのまあ、BBC の記者に襲いかかったと。で、まあ、その、河南省のこの、まあ、鄭州市というところね、ものすごい洪水が起こっていることを、まあ、皆さんすごいこう、心配してね、取材しているわけですけれども、まあ、こういうのに対してですね、あんまり報道しないでくれみたいな圧力があるのではないかと、いうことで今これがね、話題になっているということですね。他にもね、これに関してですね、ニュースがありまして、これね、クーリエというところがね、チャイナ寄りのニュース、これ、講談社の雑誌なんですけど、チャイナ寄りのニュースをそのまま流しているので、これもちょっとネタになるんでね、ちょっとお読みしたいんですけど、中国の洪水の被災地で、自演の動画に、を撮るインフルエンサーに非難号を、救援部隊の邪魔にということでね、まあこれ、要はチャイナのメディアがちゃんと報じないから、まあチャイナのね、人民の方がですね、まあセルフメディアで取材に行くんですけど、それが救助隊の邪魔になってるみたいな感じで、まあ炎上してるということです。でもこれもさ、さっきのインフルエンサーみたいなやつが、背後にいるんじゃないの？よくわかんないですけどね。どうなんですか？まあこれね、一応この記事によると、被災を自作自演とかね、ネット上には被災地で自作自演の動画を撮影する人も、撮影する何人ものビデオブロガーの姿が出回ったと。で、その新京報というね、まあそのまあメディアがですね、一部の人たちが自撮り棒を持って演じている、人命に関わる、被災現場を自分のショーの場所にしている、自分の利益に目がくらみ、渋滞を引き起こし、そして混乱を巻き起こしている。利益だけを求め、責任を持たない行為が、人々による厳格な審判に遭うのは当然だと言ってこう、炎上をですね、まあ助長しているらしいんですけど、じゃあ実際のとこどうかというとですね、これウォールストリートジャーナルの記事なんですけどね、大規模水害の河南省で情報統制、復旧作業も限界態勢ということで、要は、大してこれ、復旧進んでないから取らせないとかなんかそういう風な感じじゃないですか。一応、ウォールストリートジャーナルの記事ではね、こう書いてありますよ。豪雨の影響が最も深刻だった鄭州の西側半分の地区では、23日から24日、軍隊が幹線道路から泥を撤去する、作業を進める一方、通りはびしょ濡れになった所持品を乾かす住民や事業主で溢れていたと。巨大ポンプが浸水した地下道の排水を行い、救助隊は浸水した車両の回収や、時には遺体回収に当たったと。で、さらにですね、24日になるとですね、武装警察ですよ。複数の主要交差点や病院付近の警備に当たったと。洪水の被害が最もひどかった地下道やトンネル。このトンネルね、これちょっと、6000人ぐらい死んだんじゃないかと言われてるんですけどね。はい。トンネル、ハイウェイ沿いの、歩道橋周辺では、警察などが現場を封鎖しており、厳戒態勢を敷いていると。ね。で、通行人は写真の撮影を禁じられたと。これどういうことなんですか？ね。で、その外国人の取材班も自由に入れないわけでしょ？
でね、あの、被害が特に深刻だった被災地では、ウォールストリートジャーナルを含む外国人記者は、警察から尋問を受け、洪水への対応や地元民への取材は、公式な経路を通じて許可がない限り認められないと通告されたと。もう事実上の取材拒否ですよね。はい。自由に取材させないと。いうことが起こっている、こんな状況です。なので、まあ、さっきのですね、クーリエの記事ね、あの、いわゆるその、まあ、チャイナの市民メディアが取材するのも、これ、外国人と同じ扱いなんで、救助の邪魔だみたいな感じで炎上させてですね、まあ、ちょっとその、追い込んでね、取材させないようにしてるんじゃないかみたいな、まあ、こういう、あの、まあ、仮説も成り立ってしまうと、いうことなんですね。で、チャイナのね、特徴っていうのは、ね、常にこれなんですよ。はい。あの、ウイグルでもそうなんですけど、実際にことが起こってると、なった時にですね、自由に取材を受け入れないですよね。で、自由に取材を受け入れないもんだから、こいつらなんか隠してんじゃねえかってことになって、ますます疑惑がね、広がるわけですよね。はい。もうこれあの、疑われた側が潔白を証明しろってわけじゃないんですけど、別にチャイナの当局は潔白は証明しなくていいんですけど、せめて自由にさせてくんないっていう話なんですよ。で、何を理由にね、こうやってね、許可のない取材を受けさせないって言ったのかよくわかんないんですけど、これあの、例のね、流行り病の時も同じですよね。そしてウイグルも同じ。で、今回の豪雨でも同じ対応していると。いうことです。で、さらにね、プロパガンダはご熱心でね、この、WS、ウォールストリートジャーナルの記事によればね、23日の午後、地下鉄の駅周辺では軍のトラックの車列が道路を走行していた、車両の、軍車両のキャンパス部分には、こうした愛国的なメッセージが書かれている。軍は人民を愛し、人民は軍を支援している。洪水は冷酷だが、軍は愛で溢れているとね、まあ、そんなことばっかやってるわけですよ。はい。で、ちょっとね、このね、まあ、トンネルの事故もね、いまだに真相がよくわからなくて、どういう風になったのかっていうところがね、ちょっとね、よくわからないんですよね。はい。なんか、約4キロぐらいのトンネルに、まあ、水が5分で溢れてしまったらしくて、で、逃げ遅れた人がね、ほとんど亡くなったんじゃないかと。で、その非常口みたいなものも形だけあってね、実は、上に繋がってないみたいな、扉しかなくて開けると何もないみたいな、そんなんだったんじゃねえのかみたいな、まあそういうことも言われてます。助かった人がほとんどいなくて、あと夜ね、こっそり遺体を運び出してたりとか、そういう動画とかがね、出たりしていると、いうことで、まあこれね、結構深刻です。で、これ今日の記事ですけれども、これ時事通信の記事ね、中国水害取材の、外国人記者に嫌がらせ、米国務長官ら相次ぎ批判ということで、もうこれかなりちょっと国際的に問題になってまして、アメリカの、まあ、ブリンケン国務長官ですね、彼もですね、チャイナを批判していると、いうことでございます。この記事ちょっとだけ読むとですね、水害に見舞われた中国河南省で取材中の外国人記者が嫌がらせを受け、中国外国記者協会や、米政府から非難が相次いでいると。で、まあ、これに対してね、まあ、さっきの張立憲がね、米側の表明に断固反対だ。でっち上げだと、まあ、また戦狼やっちゃったという記事なんですけど、まあ、さっきのね、共産党のまあ、青年団がファンネル煽ってね、記者を攻撃しろ、監視しろとかやってみたりとか、もうほんとひどいことをやっててね。で、このまあ、外国人記者協会ね、チャイナのね、中国で広がる外国メディアの敵視に失望していると表明、ナショナリズムの高まりがこうした感情を支えていると指摘したということで。いやー、ちょっと盛り上がっちゃってますね。これまずいな、いうことです。はい。まあ、チャイナはですね、なんかまた空母ね、作ってなんとかってやってるんですけど、空母作る前にね、治水した方がいいんじゃない？うん。やっぱ人民の命の方が大事だと思いますよ。その空母が持てるのは誰のおかげだ、習近平。考えてみろっていう話ですよ。ね。人民が一生懸命働いて、納めた税金で君ら、その空母作ってるわけでしょと。ね。作るにあたっていろいろね、まあ、こんなことがあったり、こんなことあったりするのかもしれないけどさ。ね。まあ、それ作ってんだとしたらね。それはね、もうちょっと人民大事にした方がいいんじゃないかなと。ちょうどね、毛沢東のね、大躍進の時もこうやって水害が相次いだんですよ。あれもまあね、理由は簡単でね、信仰密植といってね、その政治スローガンで農業やっちゃったんですよね。はい。深く掘って、ね。もう密に植えれば、ね、収穫量が倍になるみたいな、その毛沢東の謎の革命農業理論でですね。まあ、とんでもない、餓死者が出ました。一説によると5000万人ぐらい亡くなったと言われていてね。これはまあ、その、戦前戦後を通してね、この国境内戦に至るまでのこのね、チャイナの混乱で亡くなった人数よりも圧倒的に多いわけですけれども、まあ、こういうことがね、習近平のね、この毛沢東路線で繰り返さなきゃいいかなと。人民は本当に迷惑なんじゃないかなと。まあ本当にそういうふうに思いますね。こういうのやっぱね、やめさせるにはね、チャイナもね、議会制民主主義入れた方がいいよ。うん。投票してリーダー選んだら、そしたらこんな変なこと起こんないんでね。習近平こんなめちゃくちゃやってもやめさせられる心配ないじゃん。だからめちゃくちゃやるんですよ。
もう一刻も早くね、民主主義に移行した方がいいと思いますよ。チャイナの人民の皆さん。日本語で呼びかけてるんで分かんないかもしれないですけど、誰か翻訳できる人、ちょっと、字幕でもつけてやってください。よろしくお願いします。はい。ということで、今日の内容面白いなと思った人はね、高評価のボタン、そしてね、チャンネル登録をお願いします。それからね、コメント欄に感想など、書いていただけると嬉しいです。あとね、今日夜、8時から報道ジョネーション、やりまして、ゲストはですね、なんと、某オリンピックの銀メダリストと言ってももうちょっとタイトル書いてあってバレちゃいますけどね。はい。オリンピックの銀メダリスト、の方をお招きしてですね。まあ、アテネオリンピックのね、銀メダリストの長塚さんなんですけど、来ていただいて、オリンピックについてね、大いに、その裏、舞台裏などね、語っていただければというふうに思っております。はい。ということで、ぜひね、皆さんね、今日の報道ジョネーションもご覧ください。ガオー。